Oh no. Hey guys, I'm Asuka. そして Hey guys, マリモです。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。ということで、2022年1本目の動画ということで、今日はマリモと2人でやっていこうと思います。はい、マリモが帰ってきたよ。帰ってきたよ、ただいま。まあこう新年一発目ということで、なんかもうちょっとこの恒例となっているお正月企画を今日はやっていきたいと思います。はい、今日は何するの？はい、今年のお正月企画は福笑いです。イエーイ。福笑い、福笑いって何？はい、福笑いっていうのはですね、まあ、目隠しをして顔のパーツを手探りで置いてってね、ちゃんと顔が完成するかどうかみたいな、日本のなんか伝統的なゲームみたいな。その伝統的な福笑いっていうのは、おかめさんっていう、あの日本人のなんか、日本人、そうだね、おかめさんね、平安みたいな顔してるやつだよね、なんだろう、あれ。うん、出しとこうね。そう、出しとこう。こうなんか、まあちょっとイメージ図で、うん、あの出しとくんだけど、おかめさんとかひょっとこさんみたいな感じで、まあ、やるのがその一般的な伝統的な福笑いなんだけど、今日はめちゃめちゃいい素材があったということに私たちは気づき、マリモの福笑いをやっていこうと思います。そうなんだね。そう、いや、めっちゃ面白くなると思うよ。これは私の腕次第かな。可愛く作ってね。可愛く、私、はい、頑張って可愛いマリモを完成させたいと思います。それでは福笑いスタート。それでは早速始めていきたいと思います。お願いします。準備 OK です。はい、これどう？まずそっから。待って、これめっちゃ難しいと思うんだけど。そもそもあれなんじゃないの、物をさ、横にその物を置いとくゾーンとそれを取ってその上に乗っけるっていう作業じゃないの。今全部上に乗っかってない？今全部上に乗っかってるわ。それは多分違うかもしれない。それではもう一回、じゃあ混ぜます。はい、OK です。混ぜ、なんかなんとなく混ぜれた気がする。はい、じゃあいつでもどうぞ。とりあえず髪の毛の大きいパーツから。それはね、簡単でしょ、楽勝よ。ここは簡単だと思うよ。でも一応割と要だよね、そのもしそれが髪だったとしたらさ、本当にそれがずれたらさ、割といろんなところ終わるよね。そうでも私の予想結構上の方だと思うから。これ絶対無謀になっちゃうよ。私はひたすら邪魔していくしかないな。じゃあ、アスカの正月は何してたかを聞こう。そうだね。これね、うん、これ喋りながらだとね、ほんとね、集中力が途切れちゃうのよ。大丈夫。アスカならできる。お正月、年越しはもう普通に家族で年越ししてたから、ほんとちょうどなんていうの、ハッピーニューイヤーってなった時はお家にいてジャニーズのカウントダウンのライブを見てた。うん、年越しそばとか食べる派？ね、今年はね、食べなかったんだよね。お腹いっぱいになって。そう、うん、結構でも毎年食べてると思う。
あのうちはお蕎麦をお母さんが用意してくれて、うんうん、で食べるみたいな感じで、今年はでもちょっとおせちというか31日の夜ご飯を食べすぎて食べれんくなっちゃっただから確か次の日におそば食べたな。1日だね。だから1日に食べた、うん、年越したそばだね。あ、そう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 。まあ手に持ってるのは何？これね、形的にね、耳。ほぼ耳？思う。多分この辺だと思う。本当にこれ難しいよ。普通に喋りながらやってるけど、もう勘を信じていくしかないって感じになってる、うん。ちなみに耳ってさ、多分私の耳って本当に隠れてる耳だよね。そうだよね。だからぶっちゃけあれだよね、髪の中だよね。ほぼほぼ髪の中だよね。無理だよ、そんな髪の内側にとかできないよ。そんなこうから。はい、じゃあマリモはどうだったの？私はまあね、オーストラリアにいたんだけど、うん、諸事情で帰ってきました。帰ってきたよ。まあ理由はね、いろいろあるけれど、うん、まあね、なんだかんだ言って帰ってこれてよかったよ。だって何年、いつぶり帰国は？2年ぶりだね。うわ、やばい。最後終わったの2020年の年明けぐらいだから。うん。計算して。年明けぐらいってほぼほぼすごい簡単な計算のはずなんだけど今計算とこっちのパーツ探しといろんなことを同時にやってしまった。だからなんだ、日本に着いたのが31日の早朝かな、うん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 、で PCR 検査とかして、その、うん、住んでたところが指定区域だったから、うん、指定のホテルで3日間。年越しはオーストラリアの友達と電話して、1時間向こう早いから向こうを先にね、明けましておめでとうって言って、で1時間付き合ってもらって、また日本時間で明けましておめでとうって言ってアスカの今年の目標は何かある？はい、今年の目標は今年っていうか、うん、私なんか去年も同じこと言っとったかもしれないんだけど、うん、やっぱり家を出るですね、うんうん、でもなんか前から言っててなかなか実現してないから、うん、ちょっとなんか心がちょっともう弱ってるっていうかさ、折れかけてはいるんだけどまあ今年はできるんじゃないね。え、うん、え、これ何え、初めてなんか分かんないパーツが出パーツだわ。なんだろうこれ、うんうん、え、何これ、こんな形のパーツあったっけ、分かんない。私の顔を思い出してえ、マリモこんなパーツある？分かんない。これ、あ、分かった、これはね、フェイクです。これはフェイクな気がします。これはフェイクだ。多分これはフェイクだ。うん。信じて、自分を信じて頑張って。あ、じゃあ次はマリモのターンですね。今年の目標。今年の目標なんだろう。何かスキルを身につける。うん、なんだろうね、もうちょっと手に職をかな。めっちゃ現実的現実的なんだろうね、うん、怠け者だけど学ぶことはさ、そんなに嫌いではないから、新しい知識を、そう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 、得るみたいな、うん、ふわふわしてるけど、まあ、いろんなことに手を出してみて、うんうん、まあ、本当に挑戦とかチャレンジしてみて、自分の好きなことを
見つけていくみたいな年にしたいな、うん、私いつもなんか言ってちょっとやってやめるってことが多いから、うん、わかるよ、ね、ちゃんと続けるものを見つけたいかな、続くものを見つける年にしたいかな。はい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 、わかるよ、私もすぐ飽きちゃうからさ、うん、すぐ飽きちゃうんだよね、飽きちゃうし、うん、なんかあめんどくさいって思っちゃうんだよね。確かにな。 あとはもうちょっとあのトレーニングするもうちょっとあの、うん、健康面気を使うかな。あー、うんうんうん、トレーニングだけじゃなくて多分食生活ももうちょっと気を使おうみたいなでもアスカも言ってたじゃん、そのねナチュラルなライフスタイルみたいな、うん、自然とね、まあなんか一回見直してみようみたいな時期は来るのかもね。うん、まあね、どこまでできるかわからないけど、まあやらないよりはね意識できる時ぐらい、うんうん、そうだね、なんかやりたいって思った時に、うん、やっぱなんか取り組むのが一番だと思う。なんか決めすぎちゃうとさ、なんかねもっとやめちゃいそうじゃない、今日からダイエットするっつってさ3日で終わるみたいなやつと一緒でさ、あんまり ね、 あれあれね、目標立てすぎるとしんどくなるから、うん、まあゆるく始めてみて、うん、だんだんとこうね、うん、生活の一部になっていけば、うん、健康にもなれるのではないかと。確かに確かに。ちょっと話中断するけど、ちょっとなんか私いろいろもう触りすぎてよくわかんなくなってるからなんか見直そうって思って、うんうんうん、見直そうと思ってもう一回なんかここでいろいろやってたんだけど、うん、見直しは良くないってことに気づいた。ちょっともう今わけわかんなくなってるパーツがわけわかんないことになってるの。でも全パーツは自分の中で のっけ切った乗せ切った乗せ切ったし、あこれフェイクだなっていう思ったのは、うん、避けたの。うんうんうん。ということでもうこれは私はちょっとこれでいくわ。分かった。でそこからもうノータッチで。ノータッチ。タッチしないじゃあこれな、じゃあ一応これで、うん、完成ね、うんうん、はい、完成。イエイ。じゃあ完成ということでお披露目、じゃあ見ます。はい、頼む。マリモ完成しててくれ。おお、うっ、ちょっとマリモごめん、どんな結果になったの？なんでこんなになっちゃったの？もう原型がないじゃんね、なんでこうなってるかわかんない原型ないじゃん髪をさだいぶ上にやるからって言ってたのにさ、頭がさ、はじめどうした、前髪もさ、もし、ね、横髪って触ってたら分かりそうなのにねえ、ね、なんでなんで、え私さちゃんと、え私耳とかも結構分かったんだよ、あこれ耳だ、うん、みたいな、うん、顔になってないあちなみにこのフェイクは私分かったんだ。あそうだね、ちょっと分かりやすい、このフェイクは分かりやすくて、うん、えっていうことはさ、パーツ多く使ってない？そうだよなんで眉毛2個あるお世辞にも私とは言えないな。そうだね、うん、ちょっとマジでうわ申し訳ない、よし。まあしょうがないな、これがアスカの福笑いだ、今年のだから福笑いの意味は合ってるよ、福笑い、そう笑って福を呼ぶでしょ。そうだねそうだね、まあ福笑いってそういうもんだもんね。そうだから成功っちゃ成功よ
まあ、笑ってるから食わないという意味では、うん、そう、そうかもしれない。このゲームは今回成功と言えるかもしれない。うん、でも結構ひどい。残念すぎる。残念だったね。うん、ちょっと可愛くなかった。まあね、いいでしょう。だから目を開けたままでいいから一旦あの私の顔を整えてよ。本来ならば本来のマリモにしますね。鼻特徴ね、そのフェイクのやつはね、すごい特徴的な形してるからすぐ気づくけど。そうなの、結構わかりやすくて、うん、フェイク眉毛は確かにね、なんかそうなんだ、口かなみたいな、眉毛かなみたいな。そう、眉毛かなって思っちゃって。3度目のお披露目。おいおい。目を開けてるのにどうした。ふざけない。もうこれくらいが本当は良かったよ。これくらいを想像してたよ私は。まあね、そうだよね。私もそんな感じにはなるかなって思ってたんだけど、鼻がなかったな、そういえば。鼻がなかったんだ。鼻、マリモの、あれマリモの鼻だったんだ。聞いてない。おい、根本的なとこだ。なんだろうな、このなんか白い、なんか白い、なんか丸いのあるな。私の鼻だわ。はあ、まあいいでしょう。そうだね、笑ったわ。うん、はあ、笑ったんでこの福洗いというゲームをエンジョイすることができたということで。そうだね、うん、だからたくさん笑って服をたくさん呼び寄せましょうっていうゲームだから、うん、まあ大成功でいいんじゃないでしょうか。大成功しました、服洗い大成功。ありがとう。まあ今年もってことは、もう今年もまあ面白い1年になるということはもう確定です。はい、ということで、まあ、今日はお正月企画ということで福笑いをやってみました。まあ、今日その私がやったみたいにその、ね、マリモの、ね、顔でやってみたんだけど、まあ、みんなも友達の顔でやった方が絶対面白いと思うから、あの友達の写真とかでなんかパーツをこうやってね振り向いてやるだけでもめっちゃ面白いと思うから、ぜひ、新年の初めに思いっきり笑って、それでもうこの1年も面白くしようねみたいな感じでトライしてみてもいいと思います、うん、ということでマリモがまあね日本に帰国してきたっていうことで、今年は、まあ、今までとはまたちょっと違った動画を撮影してアップしてみたいなのもできると思うので、皆さん今年も楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。